赤嶺政健さん。日本共産党の赤嶺政健です。子どもの貧困の問題から、質問をいたします。今年3月の本委員会でも、取り上げましたが、沖縄県の子どもの貧困率は、全国平均の約2倍、子どもたちの3人に1人が貧困状態に置かれ、極めて深刻な状況にあります。子どもの貧困に密接に関連する問題として、若年出産の問題があります。沖縄県の若年出産率は全国平均の2倍以上とされ、誰にも相談できずに赤ちゃんを身ごもった女性を助けようと、民間団体が支援事業を始めています。しかしその運営にあたっては、多くを全国からの寄付などによって頼っているのが現状です。賄っているのが現状です。最近も支援に取り組んでいる方から次のようなお話を伺いました。今年の4月以降、19歳の子連れの妊婦と妊娠していることに気づくのが遅く、産まざるを得ない高校3年生を2人保護して出産までこぎつけました。高校生の1人の女の子は父子家庭で、父親に妊娠していることをさえも告げることができず、私たちが一緒に妊娠の告知を行い、出産まで預かり、無事出産し、高校へ復学をしました。その子が、退所するときに、もしここがなければ自分一人で産んで子供を殺していたのかもしれないと、とても感謝の言葉を述べていました。本当に私たちもこの居場所は必要な施設だと思います。今年度はなんとかやりくりして、続けたいと思います。資金難の中でこのように述べておられます。こうした支援の取り組みは、誰にも相談のできない若年妊産婦の方々にとって本当にかけがえのない救いの場になっていると思います。ところが、先ほどの質問でもありましたが、内閣府の支援事業は通所施設が対象で、今申し上げた宿泊を伴う施設は対象になっていないと聞きました。帰る家もない最も支援を必要とする方々への支援を行っている民間シェルターへの公的支援が行われていない現状があります。岡田大臣、伺いますが、内閣府が子どもの貧困緊急対策事業の一環として行っている若年妊産婦への支援事業は、具体的にどのような施設を対象に行っているのでしょうか。なぜ宿泊施設への支援が対象になっていないのでしょうか。委員長。はい、岡田沖大臣。はい、お答え申し上げます。内閣府においては、10代女性の妊娠率が高いという沖縄県の特徴も踏まえまして、沖縄子どもの貧困緊急対策事業の一環として若年妊産婦への支援事業を行っているところでございます。具体的には、令和元年度から10代の妊娠した女性に対して、家庭や社会から孤立することがないように安定した生活を営むための自立支援を行う
若年妊産婦の居場所の設置にかかる支援を開始しておりまして、令和3年度末時点において、沖縄市、うるま市、石垣市、宮古島市、早原町の5か所に設置をいたしております。この早原町にございます、若年妊産婦の居場所、ママエミルームというんですけれども、私はこの9月にその若年妊産婦の居場所を、はい、訪ねてまいりました。これは通所施設を対象としており、宿泊して利用する場合は補助の対象外となっていることはおっしゃるとおりであります。これは入所して利用できる母子生活支援施設の制度がすでに別途存在しておりまして、若年妊産婦の居場所を通所で利用することを想定しているものによるものであります。委員長。はい、赤嶺政健さん。宿泊施設がないんですね。それをその宿泊施設なら母子支援施設を利用したらどうかというんですが、そんなふうに直接はつないでいけないんですよ。母子支援施設につなぐような間の施設が必要なんです。今求められているのはですね、国から本当に、子どもの貧困を突き詰めていったらそこにたどり着くんですね。ですから、産前から産後まで、入居施設という形で預かる民間シェルター、これが本当に沖縄の現状に照らして求められております。そこにはですね、助産師、保健師、看護師、心理師、社会福祉士などの専門家もいます。DV などから逃げてきて帰る場所のないお母さんたちにとって衣食住の環境が整った居場所は希望であります。一人一人の人生に寄り添い、産後は自立に向けて関係各所とつなぐ大切な役割を果たしています。厚労省に伺いますが、現在厚労省の事業としてこうした若年妊産婦の宿泊施設を補助するメニューにはどのようなものがありますか。はい、厚生労働省野村大臣官房審議官。はい、お答え申し上げます。厚生労働省におきましては、予期せぬ妊娠などにより困難を抱える若年妊産婦の方などを対象といたしまして、妊娠期から出産後までの継続的な支援というのを行うことを目的といたしまして、産前産後、母子支援事業というものがございます。こちらの方は母子生活支援施設であるとか、あるいは婦人保護施設、産科医療機関にコーディネーターあるいは看護師といったものを配置をいたしまして、相談を受け付ける、そして相談に基づいて支援の中身を考える、そしてその支援につないでいくといったのことを基本とする事業でございますけれども、そうしたものの中の一環として施設などへの宿泊を伴う支援も含めた中長期的に支援を行っていくという事業が現在予算事業でございます。さらに加えまして、令和6年4月からの施行ではございますけれども、先般成立をさせていただきました改正児童福祉法の中で、妊産婦等生活援助事業という事業が新たに位置づけられたところでございます。施行はまあ令和6年4月からではございますけれども、この新たな生活援助事業の中では、この特定妊婦の方などに対しまして、一時的な住まいであるとか、あるいはまあ食事といったものの提供、さらには医療機関をはじめとする関係機関との連携調整などを行っていくということとともに、まあ、今回これ事業を位置づけたということも相まちまして、都道府県などによる利用勧奨などを通じて必要とされる方に着実に支援を届けていくということを目的としているところでございます。こうした施策を通じまして、困難を抱える若年妊婦の方などへの支援を推進していきたいというふうに考えているところでございます。はい、赤嶺政健さん。当然その新しい今調査研究を進めている事業の開始までの間は、今の産前産後母子支援事業が続けられていくわけですよね。切れ目なくそれは取り組まれていくと。民間シェルターを運営している方々は今沖縄県と相談しながら、ご紹介のあった事業を含めて検討を進めて
いるとこのように伺っておりますが、厚労省としてもですね、沖縄県と連携しながら要望を実現するように取り組んでいただきたいと思いますが、これはいかがですか。はい、野村審議官、お答え申し上げます。先ほど申し上げましたように、現在の予算でも産前産後母子支援事業というものを予算の中に盛り込んでおります。でさらに令和6年から創設されるこの妊産婦と生活援助事業という新たな方の事業でございますが、こちらの方も実は今3年度補正予算の基金事業ということで、この法制行に先立っての試行的な準備事業ということでの予算のメニューということで、メニューは用意してございますので、こうしたものの活用も含めてですね、ご相談があれば真摯に対応していきたいと思います。委員長。はい、赤嶺政権さん。沖縄県の母子生活支援施設は、3カ所で、先ほど大臣が申し上げた母子生活支援施設、これね、3カ所なんです。そういった観点からもですね、若年妊産婦の方々に機敏に対応できる民間シェルターの役割というのは大変重要であります。沖縄の子どもの貧困問題の解決を軌道に乗せていく上で非常に大事な取り組みであります。宿泊施設を伴った民間シェルターへの積極的な支援取り組みを重ねて申し上げておきたいと思います。次に石垣市にある湿地帯名倉アンパルに関連して質問をいたします。石垣市にはラムサール条約に登録された全国的にも珍しい湿地帯の広がる名倉アンパルという場所があります。今日は私、名倉アンパルの素材にした絵本を持ってまいりました。これには歌もあります。このアンパルのユンタ、ユンタというのは八重山の方言で、雇用歌というほどの意味ですね。大変、住民にも親しまれている地域です。70年代に小販が出て、今復刻版で、大変カニたちを、カニたちをして住民のいろんな年間行事の踊りや祭りをですね、語らしているものなんですが、非常に自然豊かな場所であります。多くの希少生物の住処となっているところです。カニなどの甲殻類のほか、特別天然記念物のカンムリワシも生息しています。石垣の市街地から山を越えてアンパルが見えるところに来るとカンムリワシが羽を広げて飛んでいる姿を運が良ければ見ることもできます。その場所で現在大規模なゴルフリゾートの開発計画が進められています。現在の計画のまま進められた場合、歴史的価値のあるアンパルが失われ、そこを住処とする希少生物がいなくなってしまうのではないかと幅広い団体から懸念の声が寄せられています。計画にはさまざまな問題点がありますが、まず地下水の問題です。計画によりますと、ゴルフ場やホテル、プールなどの大型複合リゾート施設が建設され、そこでは1日約1000トンの水を使用し、そのうち約700トンを地下水に頼ることになっています。これだけの地下水を使いますと、河川の水量の減少を招き、アンパルや周辺の農地生態系に深刻な影響を与えることが懸念をされます。ラムサール条約湿地を所管する
環境省として大量の地下水の取水がアンパルなど周辺の環境に与える影響をどのように認識しておりますか。はい、環境省の松本大臣官房審議官お答えいたします。ご指摘の開発計画につきましては沖縄県の独自条例であります沖縄県環境影響評価条例に基づきまして事業者が作成した環境影響評価書に対しまして昨年6月沖縄県知事が意見を出されていると承知しております。知事意見におきましてはご指摘の通り地下水についてですね取水による水環境や動植物の生態動植物の生息生育環境への影響に対する懸念が示されておりましてさらに水位の安定性に関する十分な調査がなされていないことまた塩水化に関する予測評価がなされていない等の指摘がなされております。このため事業者におきまして地下水の取水による影響や名倉アンパルの汽水域の生態系への影響などに関して再評価を行い必要に応じて適切な環境保全措置を講じるべきことが述べられていると承知しております。これを受けまして事業者から知事権を踏まえた補正評価書が提出され昨年10月に広告縦覧されたと聞いております。基本的には県条例に基づく環境影響評価につきましては沖縄県において適切に対処されるものと考えておりますが環境省としても沖縄県から相談等があった場合には必要な情報や助言を提供するなど真摯に協力してまいりたいというように考えておるところでございます。委員長。はい、赤嶺政権さん。事業者は沖縄県の環境アセスの勧告に地下水の評価に対してですね、意見に対して、予測を行うことは難しいと地下水を取った結果難しいと答えようとしてないんですね。異常が見られた場合には必要に応じ、環境保全措置を講じると、事前の環境対策じゃなくてもし何かあったらその時にやりますよという、これ本当に環境アセスに、対応しているとは言えないと思います。でこの地域はですね、カンムリワシの影響も懸念されます。ご承知のようにカンムリワシは環境省のレッドデータブックで最も絶滅の恐れが高い絶滅危惧種 1A 類に指定をされております。環境省はカンムリワシの現状についてどのように把握しておりますか。はい、松本審議官。お答えいたします。2012年に一斉カウント調査を行いました。その時石垣島では110羽また西表島では76羽の生息が確認されておりますので生息数としては200羽以上と推定されているところでございます。委員長。はい、赤嶺政権さん。本当に絶滅が危惧されているわけですが、その地域はですねカンムリワシが栄走しそしてヒナを育てる地域でもあるわけです。同じように近くに自衛隊の駐屯地もありますが沖縄県は工事から出る騒音繁殖期にはやめてくれとそこのリゾートホテルの事業者にも、そういう時期は、特に求愛行動の頃から、工事をやめて、くれとそういう意見を出しておりますがこれも聞き入れる様子がありません。全くですねこのアンパル名倉アンパルを中心とした本当に自然豊かなしかも石垣島の田んぼが集中しているその地域の環境を壊してまで地下水を吸い上げそしてカンムリワシの環境にも影響を与える、このような、石垣島の八重山の豊かな環境を壊すような、ホテル建設はやめるべきだと強く申し上げて、質問を終わりたいと思います。はい、赤嶺さん誰かに答えてもらえますか。大丈夫そうだね、はい、お願いします。ちょっと申し上げだったら
いやしかしお答えがあるなら、はい、どうぞ。ごめんごめん、ちょっとだけせっかくだから申し訳ない。お答えいたします。先生ご指摘の通り、カンムリワシは絶滅の恐れがある旨指摘されているところでございます。ご指摘の計画の対象地域の周辺におきましては、カンムリワシが生息している、また繁殖場所になっている可能性もございます。このため事業の実施方法によってはカンムリワシの生息状況に影響を与える可能性があると考えております。このような地域におきましては、事業者においてカンムリワシの生息状況を適切に調査し、その結果を踏まえてカンムリワシの生息生育環境の保全について適切に配慮がなされることは重要、このように考えているところでございます。はい、委員長どうもありがとうございました。はい、どうも、これで終わります。はい。